金持ちになる人の特徴は、大人になっても好奇心旺盛で節約するところはしっかりしてる気がする。無駄なことにお金を使わないとかね。倹約家が多いって言うよね。同じ商品を買うならより安い方でみたいな。ほんとこれだと思う。庶民が大金持ちになるのはほぼ無理だと思うけど、無駄なことにお金を使わない人は金持ちにはなれると思う。実際私の友達でも庶民なのにお金持ちって結構いる。みんなすごい倹約家。そもそも無駄、無駄じゃないという判断がお金持ちになる人とそうでない人と違うよね。自己投資のためにポンとお金を出す人はお金持ちになってると思う。維新が誰もが認めるようなお金持ちなんだけど、台所のスポンジはズタボロだし、タッパーも年季の入ったものをずっと使ってる。そういった細々した生活用品は貧乏性かってくらい使い倒してる反面、大きい買い物や衣服なんかはドーンとお金を使ってる。私の知ってる金持ちは無駄も多いけど、投資とか必要なことにはお金を使うの躊躇しない人たち。節約するところは節約してるって、何が大事か自分の中で明確に分かってるってことだもんね。かっこいいわ。金持ちは賢い人が多くて、どこに使うべきかの選択が賢い傾向にあるよね。最近何かの記事で読んだんだけど、貧乏人ほど短期的思考で、裕福な人ほど長期に物を考えるってあって、確かになと思った。お金持ちは気長に結果を先送りし、長期的な視野で物事を考えられる人だというデータもあるらしいね。父が言うには、お金は使い方が大事だと言います。無駄なものやことにはお金は使わない、賭け事はしない、質のいいものを長く使う、特に毎日の食べ物飲み物の質は大事だそうです。お金のある人って、お金あっても節約をバカにしない。普段は地味で、使うときはきちんと使う。たかが知れてても節約してますよ。実家が裕福、これだよ。お金の生み出し方も伝授されていくわけだから。実家が裕福だと裕福な人と結婚できるし、本人が稼げなくてもお金を受け継ぐことができるよね。確実にスタートラインが違う。その後どうなるかは人それぞれって言うけど、親ガチャは本当に大きいし、ハンデも大きい。何かに挑戦して失敗しても大丈夫なのはかなり大きいと思う。土地持ち、地主は最強だと思う。確かに実家が裕福ならではのオーラもあるよね。実家から代々続くお金持ちは品がある。友達がそうなんだけど、周りとの違いがよくわかるんだよね。常に考えているよね、お金のこと、いろんなシステムのこと、どうやったらリスク避けて儲けられるか、それをずっと追求している。アンテナ張ってる。一瞬のチャンスをつかむことができる。何事も勉強し続けて吸収する力がある人。私の周りでお金持ちになった人はこんな感じ。自分の価値観を持ってる人。お金持ちに限ったことではないけど、失敗を恐れない根性は大事だよね。失敗をしなきゃ人は学ばない。なんでダメだったのか、それを経験して人は成長する。いろんなビジネスを見てきてやっと成功するんだと思う。コミュニケーション能力が高い、情報収集がうまい、外に向けてアンテナ張っている人かな。自分に厳しい。他人に対しては過度な期待はしないが、諦めもしない。部屋が綺麗、あと自炊ができる。部屋が綺麗はわかる。散らかしてもすぐに片付けられる。職業柄富裕層のお宅にお邪魔する機会が多いんだけど、全てのお宅の玄関がものすごく綺麗になってる。出しっぱなしになってる靴なんてないし、玄関ポーチから落ち葉一つないんじゃないかってくらい綺麗。わかるかも。掃除の家事代行してる知人がこういう高いサービスを使うのは、お家を見る限りおそらくお金持ちが多いんだけど、正直私たちが掃除する必要あるのかなってぐらい綺麗なお宅が多いって言ってた。汚くなる前に綺麗を維持してるんだろうね。確かに裕福な人の家はだいたい綺麗に整理整頓されてる。特に玄関が綺麗な気がする。そうかな。裕福なお宅に仕事で訪問する機会があるけど、綺麗な家も汚い家もあるな。ブランド品の箱が山積みになっていたりして、片付ける気がなさそうだったし、そこに他人を入れることにも躊躇がなかったな。うち所得が多い方だけど、玄関荷物でぐちゃぐちゃ、片付けないと恥ずかしいな。知り合いのお金持ちはインテリアや家の周りもいつもおしゃれできちんとしてる。
私の周りの話になるけど、部屋が綺麗だった。余計なものがなくて整理整頓されてて、すぐに必要なものを取り出せそうな感じ。努力家な人が多い気がする。わかるわかる。努力が苦にならないというのもあるかもだけど、練習や下積みを不満なく普通にやってる。努力を努力と思ってなくて楽しんでる。息を吸うように無意識に努力してる。納得だわ。笑っていて隠していてもただならぬ努力家。努力を積み重ねて行動を起こした上に運が乗る感じかな。努力して下地を作っているから、運が来た時にためらいなくきっちりつかめるんだよね。私の前に運が来てもどうしようとか思って結局何もしない。それこそ人事を尽くして天命を待つだね。ギャンブルや宝くじが当たって起業や投資してうまくいった話はあまり聞かないものね。チャンスが来た時にすぐに活かせる準備や努力をしているんじゃないかな。根拠のない自信があるみたいな感じの人が多いと思う。自信がないとリスクを恐れて挑戦しないから、自信は必要。でもたまたま当たって成功した人なら根拠ない自信だけど、ほとんどは先を見据えて計画立てて成功するから根拠のある自信だよ。根拠のない自信という成功者は、知人友人に自分よりもっと優秀な成功者がいて上には上がいるのを分かってるから謙遜してるだけ。一番の才能だと思う。だから持ってる人が妬まれる。本当にこれ、兄が割と成功者ですが、いつも根拠のない自信に満ち溢れてた。暑苦しいなと思うくらいだったけど、何でも前向きだし、その姿に励まされたりもしたかも。そういう兄の周りにいた仲間も自信がある人で、みんなで成功してた。やっぱりガッツやパワーがすごい。これはわかるな。10代の頃からやりたいと思っていたことを自営で仕事にしてるんだけど、適性にはすごく自信があった。ただその自信だけでは世間に対して説得力がないのも分かってたから、人には言わず黙々と準備してたわ。やりきるっていう意思がその裏にあるのよね、多分。ほんとかっこいいわ。やっぱお金持ちの人は自信家だよね。有言実行しなきゃ上には立てない。成功した人と話したことあるけど、ガチでバカポジティブ、凄まじいコミュ力、しかも変わってると思わせるし印象に残る。頭の回転マジ早い上に、次から次へと惜しげもなくアイディアを出してくる。人を支配するカリスマ性、冷淡で冷酷さも持ってて怖い。あとオーラみたいな放ってて人に紛れても目立つ。感が鋭くて周りの空気や必要なものを読み取ることができる人。誰が何を言えばどう動けるか計算できて、コミュ力で当たり障りなく操れる人。プラス思考で目的意識がある。何かはわからないけど、人を引きつける何かがある。私の周りでは思いやりは持ちつつ我が道を突き進む力があって、受け身体制ではない人。受け身が悪いわけではないけど、与えてもらう姿勢はやはり成功者にはいないタイプだと思う。行動力の塊みたいな。ほんとこれ、とりあえず失敗恐れずに行動。もしそれが失敗だと分かった時点でまた修復するための行動。周りに流されないってのもないかな。行動力があるかないかがかなり大事よね。人に流されないってことだよね。みんながやってるから私も、みんなが言ってるからきっとそうなんだとか、大勢の人がやってることが正しいかどうかを見極めてる人。フットワークが軽いのも行動力があると同じかな。行動に迷いがないのはすごいよね。自信があるからすぐに行動できるのかな。知人で20代で起業して、今すごくお金持ちになった人がいるんだけど、行動力がすごかった。考えや知恵やアイディアは持っている人たちはたくさんいますが、実現させる行動力のある人はほとんどいないからね。やっぱり最終的な要素は行動力だと思う。なんかお金持ちの人って体のメンテナンスをきちんとしてる気がする。早寝早起き、0時超えて飲みに行ったりしないとか。知り合いも料理や健康にいいことが好きって言ってた。お金持ちほど自分の健康に気を使っている。自分で稼ぐ実業家やエリートリーマンだといつ寝てるんだろうみたいな生活してる人もいるよね。しかしそれで大病しないんだから、稼げる人ってみんな体強いよね。自己管理ができるってことかな。寝てる時間もったいないからなんかやろって人が多いよね。ショートスリーパーに成功者多いのがわかる。自己管理できるのはそうかも。だらだら飲まなくて、
いくら楽しくても時間来たらパッと切り上げられるような人。わかる気がする。体も心もタフなんだろうなって思う。私には分刻みとか一人時間がないとか厳しいと思う。運が回ってくるのを待ってつかめる体力、もうこれだけだと思う。努力とか能力とかいろいろ言われるけど、結局体力。体力ないと努力は続けれないし、能力は発揮できない。高収入になるほど総支出に占める割合が増えている費目の一つが教育費。実際富裕層は教育費にお金をかける傾向があるらしい。友達が家庭教師代月8万、塾4万から習い事4万って言ってた。小さい頃は習い事5、6個してたから、それはそれで10万超えだって。あと博物館によく行ったり、旅行に頻繁に行って史跡回りしたり、高額ツアーで専任ガイドつけたり、そういうところにお金かけてる。やっぱりな、教育費にお金かけれる家庭が本当の金持ちよね。私も子供への教育にはお金かけてる。やりたいことは基本やらせるし、必要な教育にはお金かけすぎなくらいかけてるかも。いい人すぎないこと。例えば恋に人を騙したりはしないけど、今後の人生に関わらないレベルで自分の利益か仲のいい人の利益かどちらかを選べって言われた時に、悩まずに自分の利益を取る人は成功しやすいのかなと思う。変わってる人が多い。人とは違う考えや行動をするから成功する。絶対に陰で文句は言わない。その代わり近くに人がいようと直接なじる。良くも悪くも正直で周りが見えない感じ。いい意味で普通じゃない。一般の人から見たらちょっとあの人変って言われるような独特の感性や生き方。同級生に大きくはないけど会社いくつかやってる女の子いる。学生の頃から変わり者だったけど、いつも笑顔で人気者だった。今も付き合いも多く人脈が広い。年収が高い人ほど読書家だってね。私はもともと読書が苦手だったけど、とにかくストレスを最小限に好きなことでお金を稼いでいきたいと思い始めて、具体的に行動するには何から始めてどうつなげるか、その情報が必要だったから必然と本を買って読むようになったよ。読み始めると気になるワードが出てくるから、またそのワードに関する本を買うの繰り返し、必然と読書量が多くなる。あと本は本でも著者によって思想や知識が偏ってる可能性もあるから、本当に正しい情報なのか確認したり、自分なりの解釈に確信を持つために同じ類の本を複数読んだりすることになるから、結果的に読書数が増えるのもある。確かにそう思う。本や新聞を読むのが好きな人多いよね。東京大学大学院の心理学者である秋田清美教授らによる、子どもの頃の読書が成人の意識、意欲、行動に与える影響という論文では、子どもの頃の読書の充実が成人してからの個人年収に影響を与える可能性が示唆されているらしいよ。そう言われてみれば、学生時代に本読んでた子が起業したってことがあった。本好きなんだなって思ってたわ。今回は成功してお金持ちになる人の特徴をまとめてみましたが、いかがでしたか？他にもこんな特徴がある、私の周りのお金持ちの人は、などありましたら、あなたの意見や考えをぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルのスレをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。